こんにちは、アソニーです。私にとって欠かせない機材といえばですね、こちらアップル純正の10キー付きのワイヤレスキーボード、マジックキーボードですね。で、これは iMac を買った時に一緒に買ったものなんですけれども、今は MacBook Pro を使う時にこのキーボードをメインで使っています。まあ、非常に使いやすいんですが、ちょっと高いですよね、純正は。これ税込みで1万5000円ぐらいしますから。なので、サードパーティー製のものを探していた時期もあったんですけれども、この10キー付きでワイヤレスで Mac 用のものって案外ないんですよね。なので結局こうやって純正を買ったんですけれども、今回ですね、サテチさんから、レビュー用に商品を送っていただきました。私が求めていたものですね、10キー付きの、Bluetooth キーボードの Mac 用のものでございます。ちょっと中を開けてみたいと思います。まず開けてみましょう。付属品は USB-C ケーブルですね。これで充電します。で、英語のマニュアルと日本語の取扱説明書もついてましたね。これを見るともう大体わかるんですけれども、さすがサテチさん、クオリティ高いわ。マジックキーボードと比べるとサテチの方はほんのちょっと横幅が長いですね。この奥行きもほんのちょっぴりサテチの方が長いです。高さもほんのちょっと高いかな。ちょっとカメラに近すぎてピンボケしてますけれども、右がサテチです、左がマジックキーボードで、同じようにですね、こう角度がつくようになってるんですね。こうやってこっちの上の方が少し高くなって、こういうふうに斜めになってます。キーボードを押すときの音ですけれども、まずマジックキーボードが、ちょっとペナペナしてますよね。それに比べると、こっちのがほんのちょっとキーストロークが深いですね。でもなかなかいいんじゃないでしょうか。ここが充電するために USB-C を挿すところですね。で、ここに電源スイッチがありますね。あとは特に何もないですね。裏はこんな感じになっています。まあ非常に質感いいですよね。それでは MacBook Pro に接続していきたいと思いますけれども、まず、右上にある電源ボタンを入れます。はい。ちょっと緑がつきましたね。で、今ここにブルーの、ランプが点滅してますけれども、でここにですね、 Bluetooth123 というボタンがありまして、 Bluetooth 接続先を3台まで、設定しておくことができるんですね。例えばこの MacBook Pro を1番と設定したい場合は、この1番を長押しします。で、その状態でBluetooth 接続を選ぶと、はい、ここにもうサテチの Bluetooth キーボードっていうのが表示されてますので、接続。はい、もうこれだけですね。はい、これでもうできてると思います。で、同じような操作を例えば iPad でするとか、別の iMac でするとかいう感じで、この Bluetooth キーボードの1番、2番、3番で接続先を簡単に選ぶことができるというものです。これは純正のマジックキーボードにもない機能なので非常に便利ですよね。ご覧になったらわかると思いますけれども、これ、US キーボードなんですよ。で、私は普段カナ入力をする人なので、 JIS キーボードばかり使ってるんですね。で、なのでちょっとね、キーボードの入力非常に遅いので恥ずかしいんですけれどもね、チャンネル登録お願いしますと、まあこんな感じで、まあ普通に打つことができます。
これ普通の US キーボードもそうなのかな、このエンターキーというかリターンキーがちょっと小さいのがちょっと若干やりにくい気がしますね。うん、まあ数字が打てるのは非常に楽ですよね。はい、そんな感じですかね。はい、とても良かったと思います。まず、ボディやキーボードの質感が、非常にいいですし、まず純正の、テンキー付きマジックキーボードがちょっと高いなと思っていた人、それから複数のデバイスに簡単につなぎ替えたいなと思っていた人、そして、US キーボードが使える人、これ残念ながら JIS キーボードは今のところなさそうなんですよ。US キーボードが使える人にとっては非常にいい選択肢になると思います。 Amazon で約9000円ぐらいで売られてますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。それでは